ででん、ハリモリ、あ、ハリモリということでね、ハリマを盛り上げるコーナー、ハリモリでございます。めっちゃパクってます、ありがとうございます。ハリマ地区っていうのが西は阿光ま で東は神戸市垂水区までが、めっちゃ広いですね、もう神戸なんで。垂水ってハリマなんだ。これ垂水の人は自分の多分そうですね、ハリマと思ってない。多分ちなみに北の方は宍粟市とか上川町、宍粟上川町、まあ、ものすごい緑が綺麗なところですね。ハリマの中でおすすめしたい地域、本社の近くの広畑。小塚の本社っていうのはずっと本社というか本店ですね、昔は広畑の商店街、ものすごい栄えてる時がありまして、でそこでね、皆さんの興味のあるグルメ、ポン、分かる人、分かんない、意外と分からない方が、あ、分かる、はい、分かります。広畑にずっと昔からある松本の焼き鳥でございます。ここは全部テイクアウト専門なんですけど、あ、そうですそうです、エプロンの向かいです、珍味亭とかあるところですね。この焼き鳥はもう昔から大好きで、もう知らない人はもうほんまにぜひ一度食べてほしいです。メニューのところに書いてあるのがひねっていう部分を、まあ焼き鳥でなかなか出すところが珍しいんですけど、クローズにもあるところですかといただいてますが、あ、そうですそうです。小塚と仲のいい松本さん、駐車場ありますか、エプロンの駐車場を使っていただくか、まあハローズやったらハローズの、はい、ハローズのところ分かりますと、あ、ハローズの方が意外とメジャーなんですね。ぜひね、これ一回ね、ひねを食べてほしくて、ひねをまず食べてもらって若焼き鳥を食べてもらうといいと思います。僕昼ご飯とかに食べます。晩ご飯たまに買って帰ることもありますけど、ひね美味しいですよね、ずっと噛んでられる。特徴があって、ここの焼き鳥脂っこくないんですよ。なんか焼き鳥ってすごいこう焼いた後に脂が滴り落ちるイメージあるじゃないですか。ここはね、焼く前に一回茹でてるんです。一回湯がいたやつを火にかけて焼いてるから、もう一旦油が落ちた状態で焼いてるんで、あっさりしてるんですよね。それでいっぱい食べれます。僕も毎回買うときはね、20本とか食えますね、全然。ちなみにこのひねはね、たまに玉ひも、卵付きのひねも2本に1本ぐらいついてるんで、その卵がまた美味しいですね。僕はそれを当たりと呼んでます。この当たりを入れてもらえるかどうかは、多分松本さんのさじ加減、ヘルシーということで。そうですそうです、毎日食べれます。毎日はちょっと言い過ぎだけど、まあ、ここはぜひもう本当に大好きなところなんで行ってほしいですね。